東欧閣の首楼、東欧閣は、中華人民共和国厚生省南省市にある楼閣。竹火の竹陽楼、武漢の広閣楼と並んで、江南の三大名楼とされる。東の永紀四年とも、当時甲州と徳だった、李元英によって、甲州城の西門、秋江門の西北、甲の東岸に創建された。名前の由来は、李元英が東欧に封じられていたことにちなむ。 上元2年の9月、唐の詩人王墓が、当時高賃に左遷された父の王福寺を見舞う途中、ここで催された縁に招かれ、名作、唐王閣の序と唐王閣を作ったことで名高い。総末から元初に唐の稼働が東に移ると、閣の跡地は絵中に崩れ落ち、以後は南昌上塞の城壁城や景門街に再建された。歴代に幾度も、 戦乱などにより消失しているが、その都度、王没の名作が思い起こされて再建されてきた。真の同知年間に28回目の再建が行われたが、1929年に軍閥同士の戦争で破壊され再建されていなかった。現在のものは1989年に、東大の遺跡の南に再建されたもので、29回目の再建にあたる。ありがとうございます。